皆様こんばんは、カズマルクスと、申します。いつもご視聴本当にありがとうございます。いつも見ていただけてとても嬉しい、みんなが大好きでございます。今日もね、早速こちら 200cc の方で走っていきます。第1レース目は 200cc のグラグラカズマ、そして今日のカスタムは、またね、タヌキマリオ、そして今日は空豆、ローラータイヤ紙飛行機というね、カスタムを使って 200cc の方ね、大暴れしていきたいと思います。よろしく。で、ポイントで皆さん見ましたでしょうか。またね、ポイントなんかリセットされてましたでしょうかね。前はですね、何ポイントぐらいだったっけ、もう5、600ポイントぐらいまでやったんですけど、今日はまあ大会の更新日ということで、またポイントがね、0ポイントからスタートする日なんですよ。12月の15日日曜日の夜9時なんですけど、その時間に撮ってるんですけども、うわー、赤コーラめっちゃ来んな。これ赤コーラ同士で切ることあるか、ちょっとブレーキして、こうブレーキすることによって赤コーラ先に消化してアイテムしっかり2つ取ることによって、これアイテム確定させておくっていうね、そういう技を使っていくということで、今日もね、皆さん、ご視聴本当にありがとうございます。とても嬉しいんですけども、もしね、よろしければ、高評価、コメント、チャンネル登録、特にしてほしいのがですね、コメントですね。何を打てばいいのかと言いますと、ウポツ1個目お疲れ様とか、なんだろう、100cc うまいですね、いやー、頑張ってくださいとか、何でもいいんで、これトゲヒタがちょっと飛距離伸ばして、ちょっとダートファンだけど、後ろにヨッシーついてきてるんだよ、まあ大丈夫かな、これは。圧倒的体操つけてるから、でここでしっかりミニターボでグライダー乗りたかったんだけど、まあそんなね、細かい作業はどうでもいいということで、ミスらなければ大丈夫だ。これでしっかり無理やりでもウルトラ、これ崖落ちるから、崖落ちるから、これちょっとピッチを傷つけて、よしよしよし、1レース目からね、圧倒的な差をつけて、でもなく、ヨッシーがついてきてたけど、でも後ろのね、しずえぐらいからは、なかなかのね、差がついたんじゃないかなと。固まってない、なんか、固まっちゃった。オッケー。さあ、第2レース目、頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、2レース目、こちら 200cc の危なかった、今、ちょっと携帯見てた。こちら 200cc のワリオスタジアム、走っていきましょう。ぴょんぴょん跳ねてるキノピオ、かわいいな。あ、じゃあ、キノピオ映え、よろしくお願いします。なんか、色とりどりのキャラクターだな。僕もですね、普段使うね、こちら、たぬきマリオさんを使っていくんですけど、初手コインか後ろ赤コーラ引かなければ、あと差つけるだけのみ、差つけるのみなんだけど、ここはコイン、使わずに、アイテム取って、2つ目取ってからコイン使って、ここでしっかり2枚取ってきた、1枚でもいいか、1枚でもしっかり取って、8枚現在、ここでジャンプアクション決めて、あ、なんか一瞬石化した、あ、待って、これ、たぬきマリオのジャンプアクションって石化するんだ、知らなかったな。このね、いろんなね、キャラクターによってね、ジャンプアクションするとね、いろんなポーズ通るんですけど、このタヌキマリオなんか石化したね、今。いや、面白いですね。まあ、個人的にはロイが好きだな。ロイのなんか、ジャンプアクションのポーズが好きなんですけど、なんかちょっとミスが目立ってるんで、後ろの、あれ、なんだっけ、サナさんのミーに似てるな。さ、サナさん懐かしいな。なんか、YouTube ね、引退されたんですけどもね、また復活し、うわー、すげえ飛んだ、今。すげえ今。変態ショートカット、軽く今飛び越えた。で、ここで赤コーラ来たんだけど、なんか消えたな。あ、ここでサンダー来ると。で、ダートギリギリ危なかったな。結構差ついてんじゃないか、これ。超変態的な、差をね、まだまだ、3周目に、はい、これからが本番。これからが、差をつけどころ。これからが差をつけどころ。で、ここでまた2発目のイカ来たんだけど、ここで、まあ、ダッシュ版地帯だから、ここのコースは。で、そしてアイテムする。マジか、この車体でアイテムするか。意外と取れる感じだったんだけど、とりあえずここでもう一回飛びまして、ここでジャンプアクション、ほら、石化した、かわいいな、この石化ジャンプアクション。で、ここで一応、もう一発来ても大丈夫かな、OK! とか、やばい、いろいろ来すぎてんの、赤コーラや、なんだろう、ゲッソーとかさ、テレサ、もう大集結ね。そしてまたトゲも来るということで、後ろが2位でさえスター使っちゃってるぐらいの距離をね、今回のレース取れたんで良かったんじゃないかな。はい、もしね、うまいと思ってくれましたらね、コメントの方で何か反応をね、示していただけると、初見さんもお構いなしに1文字とかでも、大丈夫です。あとか、いとか、うとか、もうとにかく荒らしていってくれと。はっはっはっはーさん、コレーさん、プレイヤーさん、スティーブンさん、日本人の方、HW さん、シーズさん、スペインの方、冬さん、あと最後の方、もう、名前読み上げるの適当すぎわろたまるということで、第3レース目はこちら、大丈夫、200cc の、新虹、レインボーロードですね、よろしくお願いします。なんかね、今日は、スーファミのレインボーロードとか、まあ、初手濃いんですよね。まあ、これはしょうがない。で、ここでしっかりスーパーで制御して、完璧な制御を見せていく。
いや今日はね、なんだろう、スーファミのレインボーロードとか64のレインボーロードめっちゃ走ってるんですけど、このコースのレインボーロードは多分初めてなんじゃないかな。一回も走ってない気がする。なので、まあ、頑張って感覚をね思い出したいと思います。これやばい、嫌な予感。いやいや、これあえて落ちた。これはね、あえてなんか言い方あれだけど、ハンデというか、まあ、こっからね、あの皆さんに追い上げをね見せていきたいということで、あえて落ちました。よろしくお願いしますね。前のフランスの方がちょっとこれ交換しようか、バナナ。あの前のね緑コーラケツコインで、これ追いつきそうで怖い。このインツキで、インツキで追いつくぜ、怖いんで。ちょっと投げるか、これ投げまして、てか抜いたわ、抜きましたわ。で前のヨッシーがなかなかお早いで、ここでもう一発投げてダブルしっかり割って、今日ね、そうだか、あ、お父さんマジか。今日はね紙飛行機じゃなくて、ほら見て、桃エモンガだっけ、カイトの名前忘れたんですけど、いやここのあれは痛いな、ここのサンダー。とりあえず前落ちてるから、これダブル割れるか、しっかりダブル割っていく。そしてミドルコーラ強い、ミドルコーラ、あーちょっと1個食われた、ちょっと俺の貴重な緑を1個食べられた。で前なんか出られてんな、この緑はまあ持っておこうかなということで。でこのコースの 200cc ね、皆さん多分慣れないと思うんですよ。 150cc では走ってると思うんですけど、さあ1位、前の2人でなんか競ってて、これさ緑コーラ強い、これちょっと当てて、オッケーオッケー、しっかりなすりつけ成功。こっち一応バックスなして、いやする必要なかったかな。まあダブルで多分防御きたー、しっかり出していく。でこれ使うタイミング難しいから、ちょっとこれ削つけるか、オッケー。あ、なんかギリギリ消せたっぽい。やらかした。あ、でも後ろのヨッシーミスってるっぽい。あぶね、危なかった。もう夜9時なのにこんな騒いでいいのか。危ね危ね、落ちそうだったな。よしよしよいや見てる皆さんはね、多分あのいろいろな時間帯でね、あの見てると思うんですよね。朝とか昼とか夜とか、はい。僕今撮影してるの夜だから、もう夜9時だよ。七志さん合流ありがとうございます。そしてその他国内勢だと冬院温泉さん、スティーブさん、合流よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてのコースは4レース目ですね。こちら 200cc のチクタクロックですね。大丈夫。あ、カイトの名前さっき確認したんですよなんか見たことなかった名前、モンエガカイトだっけ、なんか名前が全然分かんなかったな。とりあえず確認は一応したんですけど、なんかややこしかった名前が、ちょっと忘れてしまったんで、次のレースの間にはまた確認したいと思います。でここでコイン回収しながら歯車ジャンプアクション3列を決めたい。で最後のね、ここの歯車はジャンプアクション入れません、 200cc の場合は。でここで赤コーラ消えないから、たまにあの壁で消える。さあもう一発持ちこたえてくれるか。七七さん来てるんだよな、七七さんうまいんだよな。フレンドさんの常連ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいですよ。やらかした、やらかした。これ振り子、振り子に耐える、振り子に耐える、振り子に耐える。いや消えねえか、振り子に消えてほしかった。でもここ、いや落とされた、落とすなよ、落とされた。ちょっと落ち着いていこう、落ち着いていこう。これダブルしっかり割って、なんかあ、フランスの方落ちたのかな。これちょっとダブルコーラ出たんだけど、赤は前投げて緑は後ろに投げます。でここでしっかりダブル割りたいけど、いやダブル割れなかった。これはまあ、キノコ出たか。そしてこれ一応ジャンプアクション決めて、いやここでうんー、バナナ持ってるか。ちょっとこれラグ怖いんで、夜の時間帯ラグがすごいから、落ちる、危ねー。これ2位でアイテム取ります。で赤コーラ出るかな、赤コーラナイス、あトゲもいった、トゲナイス。これちょっと警戒しとかせなあかん、警戒せなあかん、警戒、もういいや、もう なんて言ってるか分からん、もうごちゃごちゃごたごたすぎて分からない。そして歯車は一瞬これ逆になったのか、進行方向は逆になったっぽいですね。まあ、ここはね、あーしっかりこれ歯車ショートカットして、ハリショートカット、ハリ SC 決めて1位フィニッシュ。はい、ということで1位、なんかあれだな、ワースト4はオーストラリアの方で集結してましたけど、最終レースはこちら 200cc の任天堂64ピーチサーキット、そしてアイルランドの方合流ありがとうございます。今ねカイト確認しました、ずんぐりカイトというね名前でしたね。このねマリオカート8デラックス発売してから2年と8ヶ月ぐらい経つんですよ。2年8ヶ月の間このカイトの名前知らなかった、無知だった。ずんぐりっていうね名前初めて見た今日、もう冗談抜きで、危ね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 。いやあのねパック怖いんだよな、あの上に向けてパクパクしてるパック、あの 200cc 制御できない方はね気をつけて走ってください。もうブレーキねほんと活用できれば 200cc 楽勝だから、これしっかり、あーちょっとあの最速というか低空ジャンプアクション出そうと思ってた、まあ、無理して出さなくても良さそう。そしてもうコイン、このコースもコイン勝手に溜まるからもう普通に走って大丈夫。そして2周巻いていきます。さあ七七さん来てるけど、これは交換しなくていいか、
で、ここでしっかりウルトラ解放してブレーキめっちゃします。ブレーキしてオッケーで、ウルトラ解放してこれインついて、めちゃめちゃいい感じのインつきできて、でスーパー溜まってやんか。一応これコインだけ使ってダブル防御狙っていきたいんですけど、後ろ赤コーラ来たか。これはケツつけて、ここは真ん中しっかり置いていきましょう。でアイテム通り過ぎた後に、あのケツの今のバナナ消えてしまうとアイテムにコインしか残らなくなっちゃうので、これはまあしょうがないな。これ逆にこれ手前にコイン、あ、じゃ裏にコインだったらよかったかもしれない、手前にコイン来てたから使わざるを得なかったんですけど、そしてコインか。まあこのコースはね、アイテムの間そこまで差はないんで、今のところはね。そして後ろを確認すると誰も来てませんね。誰も、いらっしゃらない。そしてここアイテムの内側通りたかったんですけど、大丈夫か。これしっかりバックスナで余裕を見せていく。ありがとうございました。これもう一発赤コーラもう大丈夫か。イケポちゃん狙いたい。無理か。はい、ということで、今日もね、皆さん最後までご視聴誠にありがとうございました。いつもね、見てくれる皆さんが本当に大好きで、いつも励みになっております。新しいパソコンにね変えて、なんかすごいね動画撮る気合が入ってるんでね、皆さんまた見ていただけると、そしてね、少しでもこの人 200cc うまいなと思ってくれたらね、あのカズマルクスという名前だけでもね、ぜひね、覚えて帰っていってもらえると、てかもしよければ、チャンネル登録ねぜひよろしくお願いします。あとねコメント評価など、うわビッグウル来た、これ選びてな、何かね反応を示していただけると嬉しいので、よろしく。ではでは、ありがとうございました。